バカボンのパパです。本当に今日のこれから話すことはバカボンのパパです。おはようございます。ですね、とても、嬉しいと言いますか、ちょっと悲しいというか、辛いと言いますかね、ちょっと複雑な、心境で、今から、一つ、大切なことを話そうと思います。それは、私の、妻ですね、のことです。実はですね、私、もう、去年から、もう、ずっと、めちゃくちゃ嫌がる妻に対して、ギャーとか言ってる妻に対して、私、ハグしてるんですね、ハグ。覆いかぶさってハグ。これハグっていうのかね。ギャーとかなってんのに後ろからこんななって。こうじゃないの。そういうことをね、ずっとやってきました。ね。感謝の気持ちを込めてハグをずっとやってきました。で、昨日、妻からね、LINE が入ってたんですが、その内容にちょっと実は、もうびっくり、もうした内容が書かれてたので、ちょっとご報告します。それは、私、付き合ってる頃、もしくは結婚した当初、また私、若かったせいか、喧嘩をした時に妻の、バーッと言われることについていけないわけです。男だから、口が回んない。だから、その怒りを口で表現できなかったから、つい僕、手が出てたんですね、当時。いや、ふざけんな、つって。うん。何がお前にわかるみたいな感じで、バーンってやっちゃったの。そしたら、結婚当初の、暴力ですね。要は、暴力。これが、妻にとっては、この20年間、とにかく、トラウマになってたそうです。そのことを、LINE で、カミングアウトっていうんですか、デクラスしてくださいました。僕が近寄ると、それが、反射的に、怖くなる。何されるかわかんない。こういったトラウマですね。これを初めて、僕に教えてくれました。僕、と思いました。確かに結婚当初僕手出しちゃったんですけど、まだあったんだと思って。これには本当にもうびっくりしましてね。本当に申し訳ないことをしたなって、妻には本当に怖い思いをさせたなということが、昨日分かったんです。そして、過去世が、魔女狩りというのを、うちの妻はなんかやってたそうで、それも、何か記憶が戻ってきたのか、ちょっとこれよくわかんないんですけど、要はそれと僕の、DV、手を出した。これが、相当トラウマになって、恐怖ですね。要するにハグされる、近くにおられた時に反射的に、やめてっていう。こんなことが、あったということを今初めて教えてくれました。で、僕ね、よく妻これカミングアウトしてくれたなと思って感謝してます。本当にそれと同時に今も謝りたい気持ちでもういっぱいです。本当に悪かったねって。で、もう一つ、うちの妻がこのトラウマを今解消しているから、もう少し待ってくれと。もう少し待ってくれっていうね、そういうコメントまで入ってたんです。いや、もうびっくりしました。びっくりです。ハグの威力ってすごいと思いました。
僕自分を愛するワークを徹底的に自分自身にやっていますし、皆さんにもそれを推奨してます。で、なおかつ今はハグもしましょうってみんなの前で言ってるんですが、昨晩ね、奇跡が起きたんです。また。本当に感謝してます。で、どうしてもこのことが言いたくて、で、YouTube ね、録画撮らせてもらいました。まあ、いろんな家庭があってね、どこの家庭もご夫婦、本当に悩んでるところいっぱいあると思うんですけれども、参考になればなと思って、自分の家庭のことをさらけ出しました。それから2つ目、妻やっぱり僕の YouTube チェックしてました。 ということで、朝からハッシーの一人ごとお話しさせていただきました。イエーイ。